もう悩む必要性すらないよ、うん、そうですね、絶対にもうそんな人の言うことを信じなくていい、うん、だってあなたの幸せには必ず邪魔が入りますってさ、うん、もう言われた人はさ、うん、本当になんか悲しい気持ちになるじゃない、うん、ああこの人はね宇宙の本当の情報は降りてきていないんだなっていうふうに僕はそう思うから、うんうん、だよ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやだよ、ありがとうございます。はい、いやあの手相の話が今すごい動画伸びてまして、うん、再生数が出てる手相の話や観葉植物の話って、うん、ものすごいその動画からチャンネル登録率が高いんですよね。あのさ、はい、もううちのチャンネルさ、はい、ジャニーさんとサイさんでやったらいいんじゃないのか。いやだよ、はあ、そんな無理に決まってるじゃないですか。なんで楽しようとしてるんですか。だから、はい、ここに3人でやりましょう。ここにサイさん座ってもらって、はい、たまに僕来たらいいんじゃない。ゲスト扱いで、うん、何なんですか、桜庭つゆきのうんこチャンネル。あ、この人が桜庭つゆきさんなんだなってサイさんのこと思っちゃうじゃない。たまに来てればいいでしょ。はいはい、あ、もう待って、そのルール何、たまに来てればいいって何。他のチャンネルでありますか、そんなチャンネル。まあいいや、はい、僕のチャンネル乗っ取られました、はい、みたいな。はいはい、もう、はい、まあね、絶望ライン校に全然違う人がずっと出続けてるみたいな感じですよ、うん、ああ、絶望ライン校最近見てないな。あ、そうなんですね、うん、だよ、はい、質問です、はいはい、手相の動画にコメントいただきました、うん、昔、うん、あなたの幸せには必ず邪魔が入りますと言われたのですが、どうしたらよいでしょうかと。面白いね、はい、あなたの幸せには必ず邪魔が入ります、はい、手相見てもらったらそう言われたってことですよね。あ、もう本当にね、はい、そういう占い師の言うことはね、信じる必要性が全くないんだよね。よくないですよね、それ。うん、だってあなたの幸せには必ず邪魔が入りますってさ、うん、もう言われた人はさ、うん、本当になんか悲しい気持ちになるじゃない。そうですね、そうですね、うん、だこういうたまにやっぱ僕の周りもさ、そういう占い師多いからさ、はい、あ、昔あるな手相、あ、思い出した、手相占いって言えばね、はい、昔ね、はい、僕もで手相ね、なんか僕の講演会を主催してくれる人がね、なんか手相占い師になってね、はい、僕も見てもらった時にね、はいはいはい、これはこの人わかんなと思ったよね。あ、ちょっと具体的なので、ちょっと教えてもらってもいいですか。ネガティブなことばっかり言うんだよね。え、例えばどんな感じですか。いや、もうちょっと覚えてない、もう昔すぎて。あ、そうなんですね、うん、だからこのままだと人生ろくなことありませんよみたい な、はい、なんか そんなニュアンスかな。もう覚えてないけど、大王の講演主催しといてそんなこと言えるんですか。うん、あとなんか、あなたは本当の自分を生きていません、あなたは偽りの自分を生きていますね、みたいなさ。めっちゃ変なこと言うじゃないですか。なんかそう言うと、はい、もしかしたらさ、はい、いや実はそうなんです先生みたいな感じに、はいはい、なるのが理想なのかな。あ、なるほど、自分の思い描いてる理想のイメージ、うん、それに合わせようとしてるって感じですかね、うん、だからそうやってなんか依存させようとしてるのかまあ分からないけども、はい、だからこういうことは信じなくていいってことだよ本当に。だからネガティブなこと言われた瞬間に、はい、あ、この人はね宇宙の本当の情報は降りてきていないんだなっていうふうに僕はそう思うから、うんうん、なるほど。じゃあこの占いをした方ってきっとそうじゃなくて、うん、偽物の可能性があるってことですよね、うん、だから信じる必要は一切ない。だって本物はそんなこと言わないよ。うーん、そうですね、あなたの幸せには必ず邪魔が入りますってさ、それ、うん、すごいセリフだよね。すごいセリフ。どうしたらそんなセリフが出てくるんだろうね。そうですね、この手相に見て分かったとしても、うん、なんか言い方変えないといけないですよね。あ、手相もう一個思い出した、この話面白いよ、はいはい、僕がセガさんのところに行き始めた、はい、多分本当に初期の頃、はいはい、初期の頃にね、沖縄行ったんだよね。沖縄、セガさんの講演会沖縄に行って、はいはい、沖縄の普通の講演会に。いや違う、あの、ね、ツアーかなんかですか。いや、セガさんは2ヶ月か3ヶ月に1回沖縄行ってたからね、はい、え、そうなんですか、うん、そこはね、あの味方道アドバイザー講座ってやつだな、5時間かける5日間ってやつがあったんだ。そういうコースがあったんですよ、セガさんのコースがある。あ、そうなんですね。そう、味方道だよ。なんで沖縄まで行って通ったんです。いやいや、沖縄まで行ったじゃなくて常に追っかけてるから、別に沖縄に行くから行くとかじゃなくて常に追っかけてるから。あ、そうなんですね、うん、なるほど。沖縄でその味方道っていうものを学んだんですね、うん、そう、味方道アドバイザー講座っていうのがあって、5時間かける5日間っていうのを受けると、はい、その味方道アドバイザーになれるんだよ多分、はい、今でも SKP のホームページ行けば、はい、味方とアドバイザーの人たちの名簿があるんじゃないの。え、でそこに電話番号書いてあって、はい、電話して、はい、人によってギャラが違うけど、はいはいはい、私は1時間5000円でとか、私は1時間1万円でとか、はいはいはい、今はそんなシステムあるのか知らないけど、はいはいはい、僕もそこに名前載せたもんね、で電話なんかかかってきたことないよ、はいはいはい、かかってたことないけどね、はい、
あ、そうなんですね、うん、だからそういうのがあったんだよね、まあ、そこに沖縄で行った時に、はい、なんか有名らしき占い師の人がいて、うん、懇親会かなんかでさ、はい、手相見てもらった時に、はいはい、まあボロクソ言われて、え、大丈夫か、うん、もうボロクソ言われて、この人ひどいなと思って、はい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 、でも傷ついたんですよ、傷ついた傷ついた、まだあのウブだったウブなハートが傷ついたんですよ、すごい傷ついちゃって、はいはいはい、すごい悲しい気持ちで、はい、次の日のセイガさんの公園に行ったんだよ、そうですね、5日間のことですもんね、そうそう、多分あれね初日かなんかだったんだよね、じゃあその人は5日間一緒に学び続けるみたいな感じだったんですね、そうそうそう、あれ面白いよね、はい、あの講演会とかってさ、はい、早めに行けばさ、うん、好きなとこ座れる、選び放題じゃない、はいはいはい、そうですね、あん時ね、なぜか知らないけどね、はい、一番前に座ったんだよね、はい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 、一番前に座って、はい、セイガさんが話し始めた時に、はい、突然セイガさんがね、はい、まあ、あの方はね、まあまあ、霊能者みたいなもんだからさ、はい、突然手相の話をし始めたんだよね、私はあんまり手相の話とかしませんがみたいな感じで、はい、今日はちょっと手相の話をしましょうとか言ってさ、え、手相の話をしだしたの、だって味方像がアドバイザー構図なんですよね、そうそうそう、手相の話出てくるの珍しいっすね、うん、あんまりしないんだけど、はいはい、まあ、手相の話が始まって、はいはいはい、した時に僕一番前に座ってるから、はい、ちょっと桜庭さん手相見せてくださいってさ、はい、セイガさん手相見したの、はい、手相見したらさ、あ、素晴らしい手相ですねって言われて、うんうん、もう何十万人かに一人の手相ですねって言われて、めっちゃすごいっすね、すごい、めっちゃ褒められたの、手相が素晴らしいって言って、嬉しいですね、もう心に火がともってさ、はい、ほんでさ、そのおばちゃんも参加してんだよ、はいはいはい、その手相のおばちゃんも、はい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 、でももうこの人も絶対もう目回したくないと思ってたけどさ、うん、一応それセイガさんが褒めてくれてる時にさ、チラッて後ろを向いたらさ、苦虫潰したような顔してたよね、はい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 、そうなんすね、うん、まあセイガさんも分かってるんだろうな、そうですね、うん、ちゃんとなんかそのたしなめるみたいな意味合いを込めて、うん、はい、どう、そうやってね、占い師の方も、うん、そうやってね、やっぱり人の心に火を灯すようなね、その人がポジティブになるようなさ、うん、だって、うん、邪魔が入りますって別の言い方あるじゃない、いや本当そうだと思います、うん、こんなストレートにさ、はいはい、こんなに言われて嬉しい人なんかいないんだからさ、いないですね、傷つきますよね、だからまあこういう占い師はね、まあ、きっと売れてはないと思うけども、はい、そういう占い師残念ながらいるんだよ、うん、でいるけども、うん、もう信じなくていいってことは、鼻から信じない、うんうん、だから僕なんかもそういうこと言われた時に、ああこの人は本当の情報が降りてこない人なんだなって思うもんね、うん、そうですね、うん、だから本当信じる必要ないから、はい、大丈夫、あなたは必ず幸せになれるというか、今この瞬間からね、うん、もう幸せってなることができるからさ、はい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 、気にせずに、はい、どうしたらいいでしょうかって、別にどうしたらいいも何もこの人には気にされてますから、本当の情報降りてこないんだから、はいはい、信じる必要性ないんだから、ね、どうしたらいいも何もさ全然関係ないから気にしないことだよ、そうですね、うん、それよりやっぱり今の幸せにさ気づくことだよ、一番大事なのは、あ、そうですね、今はもう本当にその幸せに満ち足りてるんだってことにさ、うん、自分が思い通りにならないことを挙げつられるのではなく、うんうん、思い通りになっていることの方が多いんだから、そうですね、人生は、そうですね、そう思います、うん、本当にだからそこの部分に気がつかないとまずいけないよね、うん、そうですね、僕はそれがやっぱり第一段階なんじゃないかなと思うよね、あー、なるほど、まずファーストステップとして今ある幸せに気づく、うん、だって幸せのこといっぱいあるじゃない、だってもう屋根がある家に住んでてさ、はいはい、ね、好きな時にご飯食べれてさ、はい、あったかい布団で寝れるって、この3つ揃わない人世界中にいるんだから、当たり前のことなんかないんだから、いやそうっすよね、うん、思い通りになってることをさ朝から数えてみないよ、もう無限にあるじゃないもん、うんうん、今この方は実は幸せの中にいるっていうことを、そうだよ、でそれは誰にも邪魔されてない現状がある、そうだよ、もう本当に幸せってさすごく面白いよ、はい、何が面白いですか、だよ、幸せってね気づけた人から幸せになるからさ、今自分が幸せだってことにさ、だからここに気がつかないと幸せになれないんだよね、なるほど、だから 今の幸せをさ、はい、気づけない人がここから先幸せになれるわけがないじゃない、うんうんうん、と僕は強く思うね、そうですね、そうですね、うん、だからもうそういった意味で、うん、もうこの人はどうしたらいいでしょうかってもう悩む必要性すらないよ、そうですね、絶対にもうそんな人の言うことを信じなくていい、うんうん、そうですね、そういうことを言う占い師さんいらっしゃると思いますが、うん、自分の幸せを信じて前を向いて、いやもう本当にそう、もうそれしかないよ、そうですね、うん、だからこれ言われた瞬間に、はい、あこの人は本当の情報を降りてきてないんだなと思って、うん、その逆を思わなきゃいけないよ、そうですね、あなたの幸せには必ず邪魔が入りますでしょ、だから、うん、あなたの不幸には必ず邪魔が入ります、いいんだよ、あーなるほど、もう自分に変換したらいいですよね、あ だって本当の情報降りてこないんだからそんな人、うんうん、だからいいじゃない、はい、あ私の不幸には必ず邪魔が入るんだ、それって最高じゃないですか、最高だよ、不幸になろうとするとさ、はい、必ず邪魔が入ってさ幸せになっちゃうんだから、はい、そうですね、うん、だそう言われてんだから、じゃあいつも幸せっすねこの方は、そうだよ、だからそこに気がつける、はい、そうですね、といいなと思うよね、まあ、スマホがあってこの動画に出会って、うん、あとはなんかそうやってなんか大王が挟み込んでくるギャグが面白くて
最高に笑顔になってるこの時間が幸せじゃないですか。いや本当にそう思うね、はい、うん、そうっすよね、はい、なので今ある幸せを大切にしてください。ありがとうございます、はい、動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、ね、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。